はい、今日はウーバーイーツの配達中なんですけど、ちょっとねママさん友達に教えてもらった美味しい唐揚げが売ってるお店のそばに来たんで、今日はその動画をちょっと撮ろうかなと思います。ここですね、大宮精肉店さんです。はい、いらっしゃいませ。はい、骨付き唐揚げを、はい、どうしようかな、8本いただいていいですか。ペペで払います。はい、買いました。1本80円で相当うまいんですよ、これ。僕も1回食べたことあるんですけど、ケンタッキーフライドチキンみたいな味するの。これをね、今日はもうちょっと配達終わったんで、コンビニでビールでも買ってちょっと食べていきたいと思います。はい、ビール買ってきました。ビール買って、今ここ近くの公園に来たんで、ここでちょっと唐揚げ食べていきたいと思います。もう今日は配達終わり。こうやってちょうどウーバーの配達バッグがね、ちょっとテーブル代わりになりますよ。これこれ、この唐揚げなんですけど、これがねうまいんすよ。早速ビールと一緒にやっていきたいと思います。はい、わお。じゃあお疲れ様です。うまい、これうまいっす。でね、これほんとうまい、おすすめ。ビールと合うんだよこれ。塩加減もいいし、中もすごいジューシーでうまいですよね。でこれね、夕方ぐらいにはいつも売り切れちゃうらしいんで、今日みたいにね日中に行けてよかったと思いますよ。うまっ。うわ、うわ、うめえ。8本買ったんでね、5本ぐらいは家族に持ち帰りたいと思います。うん、うまっ、最高だな。天気もいいし最高だよ。でね、場所は西蒲田5丁目っていうとこなんですけど、なんだろうな、蒲田駅の西口から、まあ、蓮沼っていうのかな、の方面で、大城通りっていう通り沿いにあります。うん。大城通りにこう、工学院のところから入ってきたら、もうすぐ3分ぐらいで徒歩で着くと思うんで、もしよかったら行ってみてください。これほんとうまいんですよ。なんといってもね、鶏がね、甘いのよ。で、塩だけの味付けなんで、なんかすごい甘さが引き立ってめちゃめちゃいいっすね。うん、あ、止まんないよ。うめえこの唐揚げ。俺からしたらケンタッキーよりうまいかも。なんかね、本当にいい塩加減、塩加減いいし、塩加減いいし、今日梅雨時なのにこんな晴れてね、結構暑い中
ビールと一緒にこれ食べれるのが余計美味しいのかもしれないですね。うん。うん。ということで、これ食べたら今日は帰ります。帰ってね、子供たちに、まあ、ママと子供たちにね、このチキン、食べさせてあげたいと思います。またね、大田区で蒲田近辺の美味しい、お肉屋さんだったり、そういったものがあれば紹介していきたいと思います。それでは今日の動画は以上になります。失礼します。ごちそうさまでした。美味しい。ママも美味しい？ケンタッキーより美味しい。チャンネル登録お願いします。バイバイ。ああ、ああ、消えてる。